さすがだな。カチン。何よ、バカだって言ってんの。すみません、BSテレビですが、ニュースで流す海の家特集の取材をさせ、こちらに大変評判のいい店員さんがいると伺ったもので。すごい、きっとリホさんの。構いませんよ、リホは今休憩終わりました。てか、何の騒ぎ。あれ、リホちゃんってもしかして月し、はい、やっぱり昔一緒にバラエティやってたんだけど、知らないか、まだ AD だ。どうも、お久しぶりです。覚えててくれたんだ。知り合いですか。バカ、知らねえのかよ。15年前に大ブレイクした天才子役、月島里穂だ。すみません、昔のことはあんまり。ああ、ごめん。子役って里穂さんが。おい、月島里穂だって、あの子。え、誰。私よくテレビ出てた。気が消えちゃったよな。なんかみんなフェスな感じだったけど、ずいぶん忘れちゃったな。大人になったらアルバイトか。落ちぶれたな。あの、里穂ちゃん。里穂さん。あ、悪いことしちゃったな。白木君、ちょっと様子を見てきてくれ。あ、はい。アミを呼んでこい。さすがに二人。あ、うん。